やあ、みんな大好きバーチャルブッダだよ。おいっす、聖母マリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。この動画ではね、2時3時に所属する VTuber の群動ミレイさんに関する公開質問状とその署名について見ていくよ。2022年11月3日1時47分現在、664人の署名が集まってるみたいだね。公開質問状？一体何事ですか？2022年10月28日の崩壊サードの案件に関するデマツイートの騒動に関して、群動さんと運営会社に質問状を送りたいってことみたいです。それはデマツイートしてた方が謝罪して終わってたやん。まあそうなんだけど、群動先生のやり方が気に入らないみたいですよ。読み上げます。概要。エニーカラー株式会社以下、エニーカラー社が運営する VTuber グループ2時3時に所属する群動ミレイさん以下、群動さんが自身の配信の感想をツイートしたあるユーザー以下 A さんに対して謝罪を求め、法的措置を訴える出来事がありました。この署名活動はエニーカラー社に対して事実関係の確認と見解等を求める公開質問状の賛同を集めるものになります。事件内容。 A さんは群動さんの配信の感想として以下のツイートを投稿しました。現在このツイートは削除されています。崩壊サードの2時3時ライバーコラボ案件配信を見ましたが、愛あふれる配信をしてくれる配信者さんがいる中で、群動ミレイさんというライバーがジョークでも照れさしねといった発言や、デュランダル知らないけど嫌いといった発言を高頻度でしていて、とても残念な気持ちになりました。このツイートに対して群動さんが事実と異なると反論します。他の部分含め全体的に客観性に欠け、見た大勢の人間を悪質な方向に扇動させるツイートだと感じました。好き嫌いが分かれる配信方法ではありますが、私は愛を持ってそのゲームをプレイしています。そこまで否定される道理はありません。こちらに実害が出ているプラス悪質な変更報道が169リツイート343いいねもされている以上、法的措置を取らせていただきます。所属会社と弁護士に通報いたしましたので、検証作業やこれ以降の作業は私以外の者から連絡がいくかと思います。よろしくお願いします。この後 A さんは謝罪をしましたが、その後も群動さんは許すことなく高圧的な言葉を投げ続けていました。その様子は拡散され話題になってなり、プレイしていたゲームのユーザーを巻き込んで炎上状態になりました。 A さんの謝罪ツイート、ツイートの全やり取りについては以下のアーカイブを参照ください。問題点1、有名人が一般人の感想に法的措置を持ち出す。有名人が法的措置という強い言葉を使って一般人に返答するという光景は異様に感じます。 A さんのツイートは批判的ではあるものの感想の息を出ないものです。2時3時には VTuber の方への誹謗中傷問題に取り組む対策チームがありますので、仮に群動さんが誹謗中傷と感じたのなら対策チームに相談して裏で法的措置を粛々と進めることもできたはずです。それをしなかったのはなぜなのでしょうか？法的措置は本来話し合いで決着がつかない場合の最終手段であると考えています。群動さんは事実の相違が問題と考え、彼女なりの事実を説明しますが、そこで一旦相手からの謝罪を待ち、A さん側の謝罪や元ツイート削除などの対応を見てから法的措置を検討するのが本来のプロセスではないでしょうか。ツッコミは最後に回して最後まで読み上げますね。2、事実誤認の指摘が言いがかりなのではないか。群動さんは事実誤認の指摘において以下のように発言しています。テレサ死ねといった発言、テレサ死ねとは一言も言っていません。姫子の死亡フラグが立ち、はじめ全員集合あたりの姫子死んだら嫌だ、テレサだったらいいけどあたりの発言からの抜粋かと思いますが、全く心象が異なると思います。具体的にどこでテレサ死ねという単語を言っていますか？これは言葉尻を捉えただけの難癖ではないでしょうか。テレサというキャラクターが好きであればテレサは死んでもいいと受け取られることは不思議ではありません。群動さんが言った悪質な方向に扇動させるほどその意味に違いがあるでしょうか。実際の発言シーン、その他の指摘についても重箱の隅をつつくような指摘であり、群動さんが捏造と呼ぶほどの齟齬があったようには思えません。3、本当にやりたかったことは扇動なのではないか。
エニーカラー社の誹謗中傷対策チームは自身のツイッターアカウントにて以下のように発信しています。ご連絡は原則として DM を使用いたしております。お送りしたご連絡内容を公表することはおやめください。法的措置に関しては証拠保全の意味合いから当事者とのやり取りを非公開にすることが求められることが大半です。群藤さんは法的措置という言葉を使いながら他者の見えるところでやり取りをしてしまっています。上述のポリシーを持つ企業所属でありながらです。見えるところでやり合えば当然ファンが集まってきますし、彼らがどのような行動をするかも想像はできるはずです。結果としてこの様子はまとめサイトに掲載されることにもなり、多くの人に知られる格好になりました。 A さんの謝罪ツイートに対してファンからの批判が大量についているのを見れば、この状況自体を望んだがためにわざわざ表で A さんに謝罪を求めたのであれば、それは自身の影響力を自覚して悪用したと言わざるを得ません。なおこの状況になっても群藤さんはファンによる A さんへの批判攻撃を止めるアクションをしていません。それどころかファンに対してリプライの続きを提示するほどです。ごめん追記、リプライ欄見てる君へ。自分の味方で周囲を取り囲んで数多の批判や攻撃を投げかける様はネットリンチと形容しても良いと感じましたが、これを読まれている方はどのように感じましたでしょうか。エニーカラー社への質問内容、上記の内容に基づいて以下の内容をエニーカラー社に質問します。ライバーおよびそのファンから一般人に対する誹謗中傷が行われるケースについて考慮はされているか。そのケースにおいて御社はどのような対応を取るべきと考えておられるか。群藤美玲さんの上記行動は御社の理念やコンプライアンスに沿った行動なのか。彼女がそれに反している場合御社はどのような対応をするのか、またはこれまでどのような対応をしてきたか。まとめ、群藤さんは事実を指摘してその回答をもって判断をすべきだったところを無理やり謝罪に追い込んだようにしか見えませんし、周囲にそれを晒すことで A さんに対する二次被害をもたらす可能性を考慮できていません。それどころかファンを含めた扇動が意図したのだとしたら、一般人にとってこれほど恐れしくまた許しがたいことはないです。昨今の誹謗中傷について心を痛める事例があるのは確かです。この世からなくすべきものであります。しかしそれを逆手にとって言いがかりで相手を攻撃する材料にする人がいたら、それは本当の誹謗中傷で悩んでいる人や誹謗中傷問題に本気で取り組む方への冒涜でしょう。配信の世界には今のテレビのような倫理規範がないと感じることも多々あります。この新しいメディアに携わる企業としてエニーカラー社にはこの問題から目を背けずに考えていただきたいです。ということでした。これね、かなり内容がデタラメだったり、めちゃくちゃな意見言ってるんだけどさ、まあ、なんていうか、こんなもん相手にされないよ。駅で大声で騒いでいる知的障害者の発言の内容を誰も気に留めないのと一緒でね。そう、知的障害者のたわごと、レベルだ。まずね、群藤さんの反論は言葉尻を捉えただけの難癖って言ってる件なんだけど、まずね、デマツイートだと、2時3時の群藤さんは、ゲームの案件配信中に、ゲームの特定キャラに死ねと言ったことになってます。実際は、案件配信前日に、キャラ A は信者やダディならいいけどと、発言したというものでした。まあ、この発言に関しては、批判する人もいるでしょうけど、少なくとも、案件中に案件先の、キャラに対して死ねと言ったというのは、捏造もいいとこです。そして2時3時の群藤はゲームの案件配信中に他のゲームの案件が欲しいと発言したというもの、これは実際には案件中の発言でも何でもありません。案件配信中の発言じゃないならそもそも問題なんて何もないのに、問題があるかのような印象操作をしていたのだから悪質極まりないです。それと、崩壊サードというゲームと、原神というゲームは運営会社が同じのようです。このツイートの書き方だとあたかも、コカ・コーラの案件中に、ペプシの案件を欲しがったかのような想像を、絶する非常識な人間かのように見えてしまいます。運営会社が同じかどうかなんて知ってる人は多くないですからね。しかも案件中には言ってないっていうね。それを言葉尻を、
捉えた難癖扱いとはすごいものです。案件中だったかそうじゃないかに触れないのは印象操作がしたいのでしょうか、それとも詳しくないのにこんな長文を書き殴って気持ちよくなっているのでしょうか。次、有名人が法的措置という強い言葉を使って一般人に返答するのは異様に感じる。何言ってんだろうね。とりあえずハローワークにでも行ったらどうかな。この騒動はね、この一番下のようにも書かれている通り、多くのまとめサイトによってまとめられ、多くの人が知ることとなりました。それにもかかわらず、群動さんへの批判とか炎上騒動にはなってないんですね。それは、一般的な感性だと、群動さんの行動が特段問題のあるようなものに映らないからなんですね。もし、一般的な感性から見て、問題のある行動だったならば、あらゆるまとめサイトが面白がって、2時3時の VTuber が、問題を起こしたという記事を、出していたでしょう。しかし現実にはそうなっていません。問題視できる部分があるとすればね、案件配信の前日の配信で発言した、姫子が死ぬのはやだ、テレサならいいけどくらいです。わけのわからない超理論で、有名人が一般人に法的措置の言葉を持ち出すのがダメだとか、デマの訂正が言葉尻を捉えた難癖だとか、なんだろう、群動ミレイアンチが障害者だってイメージを植え付けたくてやってらっしゃるんですか。こういうことやられるとね、まともな批判の時もまた障害者が騒いでるとか思われかねないので、群動さんのアンチにとっても邪魔なんじゃないですかね。オブラートに包んだ言い方になったら伝わらないのは今までの活動からわかっているので、はっきり言うけどさ、健常者じゃない人はこういうので率先して行動するのはやめた方がいいです。人間様から見たら確実に間違ったことやることになるし、何やったってまともな結果になんてなりはしないんだから、人間様に迷惑がかかるだけです。さて、動画終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画は全てのバーチャル YouTuber の守護物バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ？この動画前にも見たなってことがなくなって便利ですよ。せやな。